はい、ネズミの気持ちで。ネズミの気持ちっていう話がありましたけど、大丈夫ですか？バッチリです。マウスっていうパソコンの CM 撮影です。マウスという名前なので、ちょっとこのこれを見ていただければわかるかなと。みんなでネズミに扮してちょっと壁の穴からこうみんなで出てきて踊って、最後猫に見つかって逃げるっていう。ネズミっぽい衣装って聞いてたんですけど、でも実際なんかこう黒色でちょっとクールな感じだったので、なんかいいなって思いました。まだこれからも撮影残ってるので頑張ります。私自身 CM 撮影っていうのが結構久しぶりなので、ちょっと緊張してますが頑張りたいと思います。国産で作ってたパソコンなので、まあ、私たち乃木坂も、まあ、国産、日本産のアイドルなので、なんかそういうところでなんかお互いにいろんな人に知ってもらえたらなと思います。頑張りマウス。それじゃあ行ってきマウス。役作りですか？そうですね、ちょっと今日は素早く一日行動してます。そうですね、やっぱりね、もたもたした気持ちだと務まらないなと思ったので、テキパキ今日は動いていますよ、ネズミらしく。に挑戦したことがあんまりない。 OK やろう。野生のネズミって感じ。あれは野生のなんか、あやは豪邸に住み着いてる。豪邸に住み着いてるネズミ。じゃあスタート。はい、ロブスターとか食べちゃう。かわいい、かわいい。今皆さん残っちゃってるので、奥まで穴の見えなくなるまで走り去ってください。すごい、何これ、え、すごい。何度見ても面白い。もうあと30分ぐらい見てられる。え、そんなに？ありがとうございます。なんかあっという間でした。こういうのすごい好きで、なんか楽しかったです。一日お気に入りは、あのすっごい遠くからクレーンで撮ってて、みんなが逃げるシーンが可愛かった。みんな耳つけてるのを忘れるっていうか、もうなんか当たり前のように馴染んでいて、なんかなんだろう、なんかさっきあの実際本物の猫がスタジオに来てたんですけど、みんなで見てて、私もじーって目の前に体育座りしてずっと見てたんですけど、なんかその時ネズミの気持ちだったかもしれないです。ちょっと、すごく楽しい撮影でした。お疲れ様でちゅう。あ、なりました。結構一日中本当に朝からこの格好で撮影してたので、気持ちはもうネズミで撮影してました。お気に入りポイント、結構あのファッション的なことになっちゃうんですけど、今流行りのベロア生地だったり、すごいレースで組み合わせてるところが今のこの女の子の好きそうなファッションですし、でそこに可愛いネズミの耳もついてるので、もう完璧だと思います。ぜひ CM にご注目ください。